ストレッチからしますと、右足を前に出していただいて、で前払いをします。でこの状態から手を上に上げていって、ぐーっと体を反らしていきます。で元に戻す。これで一回ですね、背中から背骨を伸ばしていきます。ぐーっと息を吐きながら、2、はい、上に上げて、3、はい、上げる、4、はい、上げて、5、はい、OK です。ではそのまま今度は横に開いていって後ろを見ます。目線も指先を持っていきましょう。息を吐きながら、2、3、あ、いいですね、4、はい、出していきましょう、5、はい、OK です。今度は左足を前にして、同じように、まあ、前の台から上に上げていきます。はい、1、ご自身のペースで大丈夫ですよ。2、いける範囲まで、肩に力入れないように注意しましょう。はい、上げて、ぐーっと伸ばしていきましょう。3、はい、上げる。4、ラスト。5、はい、OK です。さあ、この右足を前に伸ばしていただいて、あ、右足を前に出していただいて、両手を後ろに引いて、お尻を倒します。そして、ももの後ろ、膝裏を伸ばして、今度は前に行って、左手をついて、右手を開きます。こんな感じですね。で、戻して、お尻を引いて、前に行って、開く。2、あ、いいですね。後ろ、前、開く、3、はい、ラストいきます。後ろ、前、開く、はい、OK。 で今度は左足いきましょう。左に変えて、まず後ろに引いて、ももの後ろとふくらはぎ、膝裏を伸ばします。ここから右手をついて、左手を開いて、背中を伸ばしていきます。1、はい、引いて、はい、前に行って、伸ばす。2、いいですね。後ろ、前、3、後ろ、前、4、はい、OK。では、次はちょっと背中周り伸ばしていきます。両手を、膝立ちになって、両手を前につきます。でこのままぐーっと、猫のポーズのようにお尻を引いていきます。ぐーっと引いて、でこの状態で、右手を右方向にずらしていって、背中を伸ばします。受け止めて伸ばしましょう。はい、戻して、真ん中に戻してから左方向にずらしていきます。呼吸を止めないように鼻で吸って口から吐く。吸うことよりも吐くのをちょっとメインで意識していきましょう。はい、OK です。で、ストレッチ最後ですね。ちょっと全体的に動かしていきます。両手を地面につきます。膝を曲げて、硬い方は膝を曲げて、もう全然構いません。で、このままちょっとお尻を上げていただいて、一歩ずつ、半歩ずつぐらい前に進みます。で、手でまた戻ります。1、1、1。で、また前に行きます。1、1。で、前に行ったら、今度は足で前に進みましょう。はい、OK。いいですね、皆さん。
はい、ナックスです。OK! で、こちらでウォーミングアップは終了になります。で、ここからはちょっとトレーニングを入れていくので、水分だったりとか用意していただいて、タオルとか用意していただいて構いませんので、よろしくお願いします。で、今日はですね、胸、背中、足っていう形でやって、最後、ちょっと3分間追い込むようなトレーニングをお腹周りやっていきますので、トータル全体的にトレーニングしていきますので、よろしくお願いします。では最初、腕立てですね。胸周りといえば腕立て姿勢なんですけど、が立てていただいて構いません。で、前習いしたような状態で手を前に出します。で、このまま地面に手をついていただいて、で、あとは胸を近づける。で、置けばいいです。頭をこう近づけるのではなくて、胸を近づけます。で、起き上がる。余裕がある方は膝を伸ばしていただいて、このままダウン。で、起き上がる。これを10回いきましょう。では、皆さんセットしていただいて、膝立ちでも全然構わないです。では、このままいきますよ。レディー。はい、ダウン。はい、1。はい、2、3、4、はい、5、はい、6、よいしょ、7、はい、8、はい、9、はい、ラスト、はい、OK、いいですね。もし膝立ちでもきつい場合は椅子とかを用意していただいて、こういう台とかですね、用意していただいて、ここに手をつけていただいて、こんな感じでやっていただいても全然 OK です。女性とかはこういう台を使って、椅子とかを使ってあげるとしっかりできるので、無理するよりはできる範囲でやることの方が大事です。ちゃんと効かせてあげる方が大事なので、でやってみましょう。では次ですね、今度は両手を三角形作ります。こんな感じです。で、これで手をついて、同じことやるだけです。また膝立ちになって、腕立てですね、この状態でダウンして、上がる。肘が外に開かないようにしましょう。このまままっすぐ降りて、上がる。では行きましょう。膝立ちでも、これちょっと負荷強いので、膝立ちでも OK です。はい、では用意して、レディー。はい、ゴー。ダウン。はい、アップ。1、2、3。はい、下ろして、4。呼吸は止めないように、5。はい、6。よいしょ、7。はい、いいですね。8。はい、9。はい、ラストの手。はい、OK です。いいですね。ナイステンポでできてますね。注意点としては、結構こう、疲れてくると、この状態で、下まで行くのはいいんですけど、こうやって、上がってくる人もいるので、そうすると腰が痛くなってしまうので、上がれる範囲で下がって、しっかり胸でグッと押すっていうのを意識するといいと思います。では次ですね、背中をやります。背中ですね、まあ、猫背でこういう風になってるっていう方が今非常に多いと思うので、皆さんこうなった場合って結構腰をこう反って姿勢を良くするっていうイメージだと思うんですけど、それだと腰が痛くなって長続きしないんですよね。なので今回は背中を鍛えてあげることによって胸を開く、ここを開くと自然と背中がぐっと寄りますので、まあ目線が下がらずに丸くならない。なので、そこをちょっとイメージしながらやっていきましょう。で、これも座りながらやります。この状態で膝立ち。で、足ちょっとこう立てていただいて、で、体をですね、一回かかとから離します。で、このまま
少しまたかかとの方にお尻を下げていただいて、体をまっすぐではなくて、ちょっと前傾、前に倒します。で、この状態で、万歳。そうです。万歳して、このまま肘を下げる。ぐっと。そうです。そうすると、この肩甲骨のあたりがイメージできるかなと思います。ちょっとイメージしにくい方は、両手を後ろで組みます。この状態で。で、体から手を離します。そう。で、人差し指を伸ばしてもらって、人差し指の方向にぐーっと両方の手を引っ張る。そうすると、肩甲骨が寄るようなイメージがわかるかなと思います。このイメージを持っていただいて、万歳します。もう一度いきます。イメージはここから、肘を引いてぐっと寄せる。この運動ですね。では行きましょう。お尻引いて、ちょっと前傾になった状態から、前、万歳。そして、肘を引く。はい、1。そう、指先には近いのように、2。はい、3。いいですね。4。そう、乗って、5。背中意識。頭が前に出ないように、6。そう、目線をちょっと上げます。7。はい、8。はい、9。最後、10。下でキープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、OK! なんとなくこの辺、わかりましたかね、背中のところ。聞いてる感じが分かれば OK な感じです。はい。では次は、下半身いきます。まあ、下半身といえばトレーニングの王道のスクワットですね。両足を、足を肩幅に広げていただいて、はい、こんな感じですね。で、つま先はまっすぐと言われてるんですけど、足首が硬い方は30度ぐらい外に開いても OK です。この状態を作ります。で、手は頭の後ろ。で、この状態で膝を、お尻を下げてしゃがむ。そうです。1。横から見ると、この状態からしゃがんでいく。体が倒れないように気をつけましょう。あと注意点としては、下がっていくと頭がこう下がってくるかと思うので、目線を下げると体丸くなっちゃうので、目線はまっすぐ。それだけ意識してみましょう。では皆さん一緒に行きます。レディー。はい、ダウン。よいしょ。そう、1。はい、ダウン。浜崎さん、体を丸め込まないように注意しましょう。2。そうですね。はい、ダウン。そう。人を目線下げないように、4。そう、体を丸くしない、5。はい、アップ。はい、ダウン。はい、いいですね。はい、ダウン。7。はい、ダウン。8。はい、ダウン。9。はい、ラスト。しっかりしゃがんで、OK なる。OK。足回りですね。まあ、普段、だいたいスクワットってここぐらいまでの活動しかやらないんですけど、しっかり下までしゃがむことによって、足首も膝も股関節の関節も、すべての関節が使われるので、そこまでしゃがむことっていうのはすごく大事になります。ただこれ膝が痛いとか、股関節痛い人は、いける範囲でしゃがんでみてください。では次はですね、今よりも足を2個分ぐらい外に開きます。こんな感じですね。で、このまま頭の後ろに手を当てて、今度は万歳します。そうです。万歳して、このままお尻を下げていく。万歳したまま下げて、そう。はい、行きましょう。レディー。はい、ダウン。1、そう。はい、2。そう、いいですね。目線下げないでしょ。3。あ、山田、いいですね。はい、4。OK。5。はい、頑張りましょう。6。
ましょう。7、はい、8、はい、9、はい、ラスト、10、はい、OK です。 OK、 皆さんいいですね。これで一通り上半身と下半身ちょっとトレーニングしていきました。では最後ですね、ちょっと3分間の、耐久トレーニングというところでお腹周りちょっと刺激入れていきます。でこちら20秒のトレーニングを3つやって、それを3回回します。で休憩なしなのでご自身のペースで、で追い込める方はしっかりそう追い込んで最後までやっていきましょう。お願いします。はい、 OK、 サンキュー。ではやること3つですね。1つ目は足をついていただいて、両手をももの前に乗せます。でこのまま体を起こす、起こす。で降りるときに頭をこう下につけないように顎を引いたままですね、ずっとこのまま腹筋で、次はこの状態で両手を広げて横にタッチ、かかとをタッチします。お尻からかかとは近いと、まあ、すぐにタッチできるのでかなり楽になります。これは遠いければ遠いほど横に動かなきゃいけないので結構きつくなるので、そこはご自身で調整しましょう。で最後は足を上げていただいて下げる、20度ぐらい下げたらまた上げる、下げる、上げるっていう形で、この腹筋3種類やっていきますので、皆さん大丈夫そうですか？ OK ですか？ OK、 じゃあ準備していただいて上向きで準備しましょう。こちらの方は自主参加になりますので、参加できる方はやっていきましょう。ではいきます。5秒前、4、はい、スタート。はい、上げて、1、1、顎を引いたまま、いける範囲で、1、1、1、ふい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 、ナイス、5、5、5、はい、今度横にタッチ、ふん、ふん、はい、続けて、5、5、5、はい、いいですね。どうして1、1、1、1、1、はい、足伸ばして下腹部刺激入れましょう。1、1、1、膝伸ばして、ナイス、ふん、ふん、OK。 ではまたアップ。はい、2セット目、5、5、ふう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 、はい、しっかり上がっていきましょう。なので止めないように、はい、頑張って腹筋が座りましょう。はい、横立ち、はい、頑張っていきましょう。1、1、1、1、1、1、ふう、タッチ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 、はい、足上げて、はい、ダウン、はい、アップ、ダウン、上げて、そう、ゴー、ゴー、ゴー、よいしょ、ナイス、ふう、ふう、ふう、はい、ラストセットいきましょう。はい、止まらない、はい、いきますね、ふう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 、いいですね、ゴー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 、はい、はい、もうちょっと、はい、最後までいきましょう。はい、タッチ、はい、横にタッチ、1、1、1、1、ふう、ふう、
はい、最後までいきましょう。頑張って。次がラストですよ。はい、足抜いて、ラストいきましょう。ずっと足上げてますよ。膝を曲げないように、膝伸ばして。ふう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 。はい、最後、2、1。はい、OK です。お疲れ様でした。いや、出し切った感じでいいですね。皆さん大丈夫ですか？いや、ナイスです。素晴らしい。じゃあこれで最後はやりっぱなしで終わるのではなくて、ちょっとクールダウンも皆さんで一緒にやっていきましょう。ではちょっとストレッチをしていきます。長座をしましょう。こんな感じで長座していただいて、で両手をついてお尻を後ろに引きます。で手を前について足を飛ばしていくような形でぐーっと伸ばしていきます。で下を見ると体が丸くなってしまうので遠くを見ましょう。はい、OK です。では今度は足を開いて開脚します。でまた両手を後ろについてお尻を引く。そうすると骨盤が立ちますので伸びやすくなります。で右手を左のつま先に向けて遠くから持ってきて裏を伸ばしましょう。で呼吸を止めないように鼻で吸って口から吐いてふーっと吐いていく。はい、OK。今度反対行きましょう。ぐーっと伸ばして。伸びが足りない人は左手の手首を右手で持って伸ばしていきます。力は入れないですよ。脱力。ぐーっと力抜いて。はい、OK です。では今度は右足を伸ばして、左足をその上に乗っけます。で、このままかかとをお尻の方に近づけて、両手を後ろについて、お尻を一回引きます。そうすると、ここが伸びてくると思います。このあたりですね。で、もっと伸ばしたい方は、手を間から入れます。で、右手は外から膝裏に入れていただいて、このまま寝ます。で、自分の方向にぐーっと引き寄せてください。そうするとよりお尻が伸びてきます。はい、OK です。反対いきましょう。今度は左足伸ばして右を乗せる。でかかとをまっすぐお尻の方向に、こういうふうに足が曲がらないように注意しましょう。まっすぐ持ってきて両手を一回ついてお尻を引く。かかとがお尻に近ければ近いほど伸びやすくなります。ここですね。お尻が伸びます。で、このまま体を倒して、ぐーっと持ってきましょう。はい、OK。 はい、では一度こちら集まっていただいて、音声ミュート解除していただいてですね。はい、本日もお疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか、初参加していただいて。ちょっと実は言うとベッドの上でやってるんで忙しかったんですけど、場所が狭くて、でも楽しかったです。やってみて。あ、全然できる範囲でやっていただければ、はい、はい、ストレッチとか特に伸びてるなって感じがしたので、うん、
そうですね、やっぱりこうご自身 の, あのだけでやるとなかなかその体の認識で作りにくいところはあるので、うん、まあ、プラスこうやって皆さんとやるとちょっとあの頑張んなきゃいけないみたいな強制力も働くので、はい、確かに、はい、ちょっとこう、まあ、自宅でいる機会も増えてると思いますので、まあ、トレーニングを、はい、まあ、習慣づけていくっていうのが非常に大事なんですけど、まあ、誰かのきっかけになればなと思いますので、はい、はい、ぜひ今後もご参加の方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では今日は以上になりますので、また明日以降もよろしくお願いします。お疲れ様です。はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。失礼します。ありがとう。お疲れ様です。